おはようございます。釣り子 TV です。今年もデプスから大きな箱が届きましたよ。そしてこの中にはね、あのルアーが入っていますということでね、早速開けていきたいと思うんですけども、デプスのウェーブメンバー限定でですね、購入できるちょっと大きめのルアー、これをね開封していきたいと思います。はい。でね、ちょっとここはね住所が貼ってあったんで、ビリビリビリと破いたんですが、早速ね開けていきたいと思います。いや結構ねこれはね楽しみなルアーだったんですよね。こうしてはい、じゃあ早速開封していきたいと思います。じゃ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 ーん。おー、こんな感じなんですね。よいしょ。うわー、いいですね。この箱がね上がりますよね。デプスね入ってます。これで踏んでもって取り出して、この箱もねなんかねいいですね。デプスのワームとかストックしとくのに使おうかな。はい、というわけでこっちですね、来ました。デプスのですねコードネームバスの2020バージョンがこの中に入っておりますということでね、まずはこういう感じのね箱に入ってるんですね。このね箱もね、あの大切にまあかっちょいから取ってあるんですけども、これね結構やっぱでかいですよね、手はみ出しちゃうぐらいね。でこの中にはあのルアーだってことで、じゃあ早速開けていきたいと思います。開封。おー、かっかっこいいなこれ。おー、今年の色がねいいなと思って、これは良くないですか。デプスのコードネームバスっていうことで、早速じゃあちょっと出てきてもらいます。うおー、あ、いいなぁ。この下の方がちょっと赤っぽい、なんだろう、ヒレがねグラデーションみたいに色が入っていて、何よりもねこの横がねかっこいいかっこいい、ピーコックバスカラーってことでね、今年はねこの色をねちょっと選んで買ってみたんですけども、ここですよね。今年はなんとねフローティングモデルなんですよね。今までのコードネームバスがまあスローシンキングみたいな、そんな感じの設定だったんですけども、初めてねフローティングモデルが出るよっていうことで、もうねコードネームバスもね2つぐらい持っているので、どうしよう今年は、いいかな、結構高いしねなんて思ったんですけども、フローティングじゃあ買うっていうね。しかもカラーがね大好きなピーコックバス系のねカラーっていうことで、買ってみました。で、これがね本体で、中の付属品を見ていきたいと思います。針ですね、この巨大なフェザーフックがまず、ついていて、これもねなかなかこんな巨大でねフェザーでなんていうのね巷になかなかないので、まあありがたいですね。こういう専用の、フックがついていて、スプリットリングですね。で、これ毎回ついてくるんですけども、これはい、ですねこれがですね見えるかな、ここにこういう四角いここ穴が開いてるんですね、長方形のね。でここにちょっとしたカッターとかで切れ込みを入れて、これをこうね貫通させるとほっぺたに針がつけれるよっていうね、こういったところがあって見えるかな、このここですね、ここは空洞になっていて、ここにつけて、で、針をこうねほっぺたにつけることができるっていうね、こういうところなんですね。自分はねまだ使ったことないんですけど、ここのね通常のアイで使ってるんですけども、まあなんだ、頭を押さえ込むようなバイトが多発する時とかなんかに、そういったバイトを取るようにっていうね、そういった、パーツ、これがついております。まあここら辺はねいざという時に使うかもしれないので、まあなくさないように箱にねこうしまっておいて、なんか今
見たら、うん、ここにあれここら辺にこんな感じでついてたな。はい、まあこういうのがあって、で、使うのはねここら辺かな自分は。はい、じゃあね、早速針なんかをつけて、まあフローティングっていうことなんでね、具体的な針つけてどんぐらいの重さなのかね、そういうのもねちょっと見ていきたいと思います。はい、こんな感じでね、まあ自分スプリットリングつけるときにこういうの使ってますけども。結構ここら辺もねでんごつい部材だから、もうちょっと専用のごついスプリットリングプライヤーとか使うとより作業がしやすいかもしれないんですけども、まあギリギリねいけるかなってことで、こうクイッと開けて、いやごついな針もスプリットリングもね。はい、準備 OK。 これ針の大きさは前と後ろ同じですね。うん、ここのところは大丈夫そうですね。後ろと前とかなさそうなので、とりあえず手に持っているこちらを、でここはくるくる回るようなね感じになっているので、はい、指ねぶっ刺し注意で、はい、ついた。はい、フックの装着も終わりました。というわけでね、こういう感じにねなるわけなんですけども、ね、結構動きがね実際に投げてみてクイックな動きをするので、でここにねあるこのヒレ、ここら辺が微妙にこのフックのね暴れを制御して、なんかね思いのほかね、こうなんだろう、ブルシューターみたいな感じにアクション入れるとクイックイックイックイって動いてくれるんですけども、絡みづらいね、そんな印象はあります。コードネームバスね結構重いので、これでフックとかに絡んで、なんだろう、ワッキーリグみたいになるとね、すんごい抵抗でね、大変な感じになっちゃうんで、まあ、ここら辺のヒレのパーツがうまいこと作用してくれて、そんなに絡まないなぁなんていう印象なのと、あとね、俺もね、そんなに魚は釣っていないんですけども、魚の寄りが本当にいいんですよね。この結構な重さのものがグイーグイーって動いてるだけで、なんだろうって言ってね、すごい見に来るんですよね。で、あ、ここのエリア魚いるなーなんていうね、これはね、ブラックバスで狙っていても、あとは、シーバスなんかでね、ビッグベイトとか今のシーズンすごい釣れますけども、とりあえずあれ、魚いんのかなーなんてね、確認したい時なんかにこれ投げるとね、ああ、いるいるいる、でっかいルアー魚追ってくるんだってね、それを確認してから、クワセの、まあ、178サイズとかね、まあ、最近だと240台のね、サイズの、ビッグベイトとか多いので、まあ、ここら辺、ティーザーベイト的にね、尺腕とか、これとかで位置を特定して、それからよりね、クワセやすいルアー投げていくっていうね、そんな感じの展開が多いな、なんていう印象なんですけども、これはね、フローティングモデルっていうことで、ちょっとね重さの方も測っておきたいと思います。はい、デプスのコードネームバス、F ですね。これは何グラムでしょうか。300グラム超えてきました。 331.5 っていうことで300グラム超えですからね。ブラックバスなんかで言うと、自分この時期300グラム狙っていってますからね、釣りの大会とかで、まあ、5匹釣んなきゃいけないっていう時ね、まさにこのサイズのねバスを11月とか12月よく狙うことが多いんですが、それをなんと投げれちゃうルアーとしてね、これは嬉しいじゃないですかっていうことで、今のがフローティングで、今持ってきました。はい、これね初代コードネームバスっていうことで、お腹のところを見てみるとですね、今までスローシンキング SS ね、スローシンキングだったわけですね、これがねこうゆっくり沈んでいっ
て、なかなかね使いやすかったんですが、このスローシンキングモデルは何グラムか測っておきたいと思います。何グラムでしょうか。あ、こうして測ってみるとだいぶ違いますね。347ね、およそ350グラムに迫る、こういう設定が、今までのコードネームバスだったんですね。ここが、今回出たフローティングモデルってなると331.5、ちょっと投げやすくなっている、ね、沈み込んでからどんくらいでふわってね上がってくるのか、ここら辺は実際にね釣りで使ってみて、まあなんだろう、なんかインプレしていければなぁなんて思うんですけども、だいぶ今までのスローシンキングモデルと比べると、重さの感じも変わってくるよって、これは 350g ぐらいあったんだな、通りで重いわけだそうね思いますが、はい、そんな感じで重さの違いがあって、で見た目にはまあそんなに変わらないのかなっていうところで、ただこの藍がね赤くなっていたり、まあこの独特な、ちょっとなんどういう感じで使うかな、まあちょっとチャートまではいかないけど、あでもそっかそっかそっか、これ背中のところここにね黄色入れてくれてるんで、これ結構視認性が実際になんだろう、結構水に馴染むとね、どこら辺にいるのかなっていう目視しづらくなるっていうのはねあると思うんで、まあそのためにこういう白とか入れてくれてるんですけども、このピーコックバスカラーはこっちのこのラインにね黄色を入れてくれてるんで、まあ遠目からでもすごいね目視しやすいのかなっていうところと、まあお腹がこんな感じのカラーリングっていうことでね、カラーローテーションしたいなとか、あとフローティングならではの状況を使いたいななんていう時にいいんじゃないかななんてね。はい、というわけでね、今年バージョンのコードネームバス見ていってますけども、まあまあまあせっかくなんでこう来てね、去年のモデルですね。去年のモデルは、はい、こんな感じ。これね、実際に連日、バッチャーン、バッチャーンって投げてるんでね、まだここ、ちょっと水が入ってね。しけてたりするんですけども、ね、あちょっと水かかるとツヤツヤになりますよね。はいはいはい、こういう感じですね。はい、というわけでね、ここ最近のコードネームバスを並べてみましたが、こいつがね確かキープキャストだったかな、デプスのブースがあって、その中に特に説明もなくこれがダーンってね展示されていた時のこの感動というかね、なんだこれはみたいなね、どうしちゃったのっていうね、そんなのがあって、で無事に買うことができて、これ実際にね55アップのブラックバスなんかもね、関東で釣れたりして、本当お気に入りの思い出のあるルアーなんですが、で、あこれはいいや、ちょっと、在庫を1個ね増やしておきたいなと思って去年買ったのがこれですね。まあ、カンブナなんか食ってる時にこれは効くだろうなんて思って買ったんですけどね、これまだね一匹も釣ってません。今ね、誠意いろいろ投げてね、遊んでみております。なんとかね魚の歯型つけたいなと思ってね投げ込んでおるんですが、なかなかどうして、ね、これでっかいルアーなんでね、お祝いです。そして2020ついにフローティングモデル登場ということで、3個目買っちゃいましたね、これね。まあフローティングってことなんで、ならではのね、使い方とかね習得できたらいいななんていう風に思うんですけども、はい、出揃いました。こんな感じでね、コードネームバス兄弟、どんどん増えていっておりますねっていうところで、2021年モデルね出たらねいっちゃいそうだな。もうここは一つファーストシンキングですよね。スローシンキング、スローシンキング、フローティングときたらね、ちょっとファースト気味に沈んでグイグイグイっとこう浮上アクションなんかで食わせるっていうね、そういったコードネームバス、がぜん期待が高まりますよね。どうかな、重さ的にはもう 400g ぐらいそうなってくるといっちゃうんですかね。
タックルの方も準備しないといけませんね。まあ、ストロングマインド欲しいんですけど、あれもなかなか売ってないですよね。うん、まあ、そんな感じで、ごついリールでごつい糸入れて投げるルアーになってくるんじゃないかな、っていうことで。あとはね、今年はもう11月だから厳しいのかな。ギラギラ攻撃ね。あれ気になりますね。ギラギラ攻撃も出た際にはね、ぜひ、まあなんとかね、一発行ってみたいな、なんていう風に思いますので、まあこういうのね、飾っておくのも楽しいし、ここぞっていう時投げると本当、いろいろな驚きがあるんで、楽しいルアーじゃないかな、なんていう風に思います。で、こんな感じで、ね、はい。ここ最近のコードネームバズをずらずらずらーっと並べましたけども。はーい。はい。というわけで、本日の釣り子 TV は、こちらですね。このピーコックバスカラー。デプスのですね、2020のウェブメンバー限定の、コードネームバスのピーコックバスカラーの、フローティングモデル。これが家に届いたよ。開封してみたよって、こういった動画でした。はい。釣り子 TV でした。また会おうぜ。